ども僕は人生を進めていなかったんです。大学生の頃、自分が周りの人とは違うということが分かって、それから目指してしまったんです。それでお笑い芸人になっていました。Thank you.
んと帰ってくれるような。